マーク・スティーブン・フィドリッチは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身のプロ野球選手。手足が長く、セサミストリートのビッグ・バードにちなみ、ニックネームは、ザ・バード。スポーツ・イラストレーテッド1977年6月6日号の表紙を、ビッグ・バードと共に表紙を飾った。1974年に、ドラフト10巡目で、 デトロイトタイガースから指名され入団。1976年4月20日にメジャーデビュー。5月15日にメジャー初先発を果たし、7回まで無安打に抑え、2安打1失点で完投し、メジャー初勝利。以後、先発ローテーション入り。5月31日から7月3日にかけて8戦発勝を記録。オールスターでは、 アメリカンリーグ先発を務めた。31試合中29試合で先発。24関東、中級賞を記録し、防御率2.34はリーグ1位。新人王を受賞し、サイヤング賞の投票では、ジムパーマーに次ぐ2位に入った。フィドリッチは、この投球成績以上に、ボールに話しかける仕草が注目され、フィドリッチの投げる試合では、 多くの観客を集めた。他球団からは、主催試合でフィドリッチを先発するように要請された。1976年を16,500ドルと、メジャー最低年俸でプレーしたフィドリッチに対し、球団は2万5,000ドルのボーナスを与え、3年総額25万5,000ドルの契約を結んだ。 1977年のスプリングトレーニングで膝を痛め、シーズン初登板は5月27日、オールスターに推薦されたが辞退している。1978年は初の開幕投手を務めるが、シーズン3試合目の4月17日に腕を痛め、故障者リスト入り、残りのシーズンをリハビリに費やした。 1979年は4試合の登板で0勝3敗、防御率10.43に終わった。1980年10月1日がメジャー最後の登板となり、1981年10月5日にタイガースはピドリッチを解雇した。1982年1月25日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだが、 メジャーでプレーすることなく1983年6月29日に引退を発表。引退後はノーズボロで農場を営んでいたが2009年4月13日に所有する農場で重輪トラックの PTO シャフトに巻き込まれる事故で亡くなった。ありがとうございます。